ピンククラウドは、大阪府大阪市この花区のユニバーサルシティウォーク、大阪内にあるデコレーションシェイク専門店である。ユニバーサルスタジオジャパンのパーク敷地外発の常設飲食店舗である。通称、デコモリシェイクは、ニューヨークのバーガーショップでも行列ができるほどの人気を誇り、巷で話題のネクストドリンクになりつつある。国内でも、原宿で、デコモリ、 シェイクの店舗がオープンするなど、新たなブームになることに期待が集まっており、ピンククラウドは、ユニバーサルシティウォーク、大阪内のユニバーサルシティ駅とユニバーサル、スタジオジャパンのメインゲートをつなぐストリートにオープンした。パークに行く途中で、デコモリシェイクが楽しめる。当初は、オープン日を3月6日と発表していたが、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが新型コロナウイルスによる国内感染拡大を防止するための臨時休業に伴い3月16日、23日、30日と延期させていた。最終的に6月8日にオープンした。移り変わる女の子の様々な気持ちをシェイクで表現するをコンセプトに合計5パターンの気持ちを表したデコレーションシェイクが展開されている。 メニューの一つの XOXO には盛り付けされたハートやイチゴで恋人や友人に囲まれた幸せな気持ちが表現されている。その他にも少々強気でパンクな気分の時に飲みたいガールパワーや気分が高揚する日にぴったりなサニーバイブスなどゲストのその日の気分に合わせてセレクトできるメニュー名や見た目も華やかなシェイクを多彩に取り揃えられている。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内のハンバーガーレストラン、メルズ・ドライブ・インのオーナー、メルの孫娘・メラニーが、カリフォルニアの海岸沿いのサーフショップを改装しオープンしたという設定。店舗内には、家族代々受け継がれてきた、クラシックアメリカンシェイクのレシピをベースに、メラニーが一手間加えたこだわりのシェイクが並ぶ。店内は、自由奔放なサーファーで収集家のメラニーが、全米から集めた、 アメリカンビンテージの数々が飾られ、西海岸らしいリラックスした雰囲気が漂っている。西海岸のまばゆい日差しのもとサーフィンを存分に楽しんだ1日の終わりに、沈みゆく夕日から差す光で空に浮かぶ雲たちがピンク色に染まるのを見ながら甘いシェイクを楽しむ、そんな幸せをゲストにも感じてもらいたいという思いを込めた店舗である。AB、USJ デコモリシェイク専門店、パークと駅をつなぐストリートに誕生。cine macaf.net、e.。2020年3月23日閲覧。ユニバーサルシティウォーク大阪に、シェイク専門店、デコモリシェイク目玉に。大阪米経済新聞。2020年3月23日閲覧。AB、デコモリ、シェイクの専門店が、USJ の ちょっと外に3、6オープン。旅ラボ、2020年3月23日閲覧。AB、タピオカの次。デコモリシェイク専門店、USJ 前に誕生。LMAGA.JP、2020年3月23日閲覧。シェイクの専門店、ピンククラウドピンククラウドが、ユニバーサルシティウォーク大阪に誕生。ユニバーサルスタジオジャパン。 2020年3月23日閲覧。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・ USJ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。2020年7月31日、閲覧。気分に合わせて選べちゃうデコもり。シェイクの専門店が、ユニバーサル・シティ・ウォーク大阪に3月オープン。イスタ、イスタ。2020年3月23日閲覧。USJ の新名物グルメ デコモリシェイク専門店にスーベニア付け商品も、ウレピア総研。2020年3月23日閲覧。USJ 外にデコモリシェイク専門店、パーク内のあの施設とつながりも、クランクイン、2020年3月23日閲覧。デコモリシェイクの専門店、ピンクククラウドがユニバーサルシティウォーク大阪に誕生。合同会社 US、USJ。 https://prtimes.jp://html:/rd:/p:/0000351.00005761.html2020 年3月23日閲覧。ありがとうございます。はい